それでは羽生選手です、演技終わりました。ペロッと終わったと舌出してましたが今どんな思いですか？いやもうとりあえず久しぶりに試合でトーループをきれいに降りることができましたし、まあ、アクセルもきれいに入りましたし、まあ、ルッツ等の方はちょっとねやっぱりまだ課題かなというふうには思ったんですけれども、最後まで非常に楽しんで何ですかね、今まで結構自分をセーブしなくてはいけない、本当に体のことを考えながら滑らなきゃいけないっていう状況だったので、本当にもう今日は楽しく目いっぱい滑りました。思い切り演技ができたっていう今ほっとした気持ちでしょうか？そうですね、まずはトーループ決まって、まあアクセル決まって、やっぱり点数どうのこうのじゃなくて、もう自分が大きな一歩を進んだかなというふうに思ったので、ブライアンも言ってくれましたし、自分たちの中で少し成長したなと思いました。改めて明日、フリーが待ってますけれども、このフリーの質を高めたい、その思いが強いと思います。どんな演技をしたいですか？いやもう今日はやることをやったと思うので、まあ、完璧ではないんですけれども、でもそれでもまた明日につながる演技ができたと思うので、まあ、明日は明日でしっかりやりたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。